キッス FM がお送りしているバンディーズ What's Going On、今回はですね、大阪梅田にあります翻訳の会社、プロスパーコーポレーションにお邪魔しております。そしてお話を伺ったのはプロスパーコーポレーション代表取締役社長の久保明夫さんです。よろしくお願いします。このプロスパーコーポレーションのねことを僕は知ったのは、この下を道をこう梅田を歩いてたわけですよ、はい、そしたらこの翻訳の会社に、観光外国人観光客案内所という看板があったんですね。思って、で外国人のこのインバウンドのねことに関しては僕一生懸命いろんなこの特集を組んでるもんですから、これ多分翻訳の会社がボランティアで好きで外国人の観光客の方に喜んでもらうことやってるのかな、そういう方はとってもこう観光に対して熱いのかなと思って今日会いに来たんですよ。そうですか、ありがとうございます。はい、はい、その通りです。なぜその久保社長はそんなにこう観光をこう促進しようということなんでしょうか。で、はい、聞かれましてもですね、はい、もう自然に大阪に住んでる人ならばそう思うんじゃないかなと思うんですけども、はい、もっともっと外国人を、はい、大阪の街を歩いてほしいなっていう、そういう願いですよね。久保社長はもともともう国際派でいらっしゃって日本人が外国人と接していくのはどうしたらいいか、当然これ翻訳の会社ですからこれだけたくさんのクライアントがいるということはよほど上手に翻訳してるわけですよね。言ったら翻訳というのはさっきもちょっとラジオの収録で聞いたんですが、直訳ではダメなんだ、意訳できないと、これニュアンスを伝えろということですね。そうです、いうことは気持ちを心を伝えろ、ということですよね。そうですね。そういうことをやってるからがゆえに外国人のおもてなしもちゃんとできるということなんでしょうか。まあその通りだと思いますね。はい、ニュアンスを伝えるっていうことは、はい、まあ、自分が考えてることを伝えるのはすごく楽なんですけども、他の方が、はい、考えてること、言われてることをそれをちゃんと組んで、はい、その人の気持ちを組んで伝えるわけですから、はい、通訳とか翻訳ですから、はい、非常に難しいかなっていうのは思いますけれども、はいはい、それをちゃんとやらないとプロにはなれないということですよね。はいはい、そんなこう翻訳のプロのこのプロスパーコーポレーションが、このインバウンドにも、力を注ぐわけなんですが、何年か前からか関西はねもうインバウンドで外国の観光客来てもらわないと困るよ、5倍にせなあかんというのを聞いたことあるんですよ、はい、5倍5倍は無理でしょうと思いながら、でも実際今そうなりつつありますよね。でもまだなんかみんな不安でね、これ一過性かなとか思ってるんですけど、その辺はどうですかね。そうですね、国策で2000万って言ってたのがこの間3000万って目標がね、はい、いきなりパッと1000万上がっちゃいましたけども、はい、まあ国としては非常に自信があることだと思うんですけれども、はい、その一過性っていう言い方ではなくてですね、はい、まあ、コンセプト、私常に思うんですけど、観光地としてちゃんとコンセプトを持った観光地作りをしてほしいと、はい、そういうふうに思ってるんですね。はい、今バーゲンツアーがまあやはり多いですから、そこをなんとか乗り越えられたんですね。そうですね、本当に、はい、それがそのもの、一過性そのものだと思うんですけど、はい、そういうことはもうちゃんと忘れて次のステップに進まないと、はい、本当の観光地として観光立国日本として成り立っていけないんじゃないかなっていう危惧はありますね。じゃあここのビデオでもね、記録したいんですが、久保社長の思う本当の観光立国、どんな姿でしょう。やっぱし着地型観光を皆さん狙ってはいるんですけれども、欧米系の外国人、欧米系外国人、その観光者をもう少し増やすということと、はい、その人たちが何を望んでいるかっていうことをちゃんと分かってあげて、はい、でそれに合ったような場所づくり、はい、サービス作りをしないといけないかなっていうのは思いますね。はい、それで、それが定着していって初めてちゃんとした直地型観光地ができるんじゃないかなっていうふうには思いますけれども、はい、このね、ビデオでもね、まあ、先ほどちょっと喋ったことまた聞いて申し訳ないんですが、はい、観光のことを勉強するときに松下幸之助さんのことを、あ、はいはい、知られて、松下幸之助さんの、まあ、一つのこうじっと気を超えたメッセージを受け取ったわけですね。ちょっとそれをお話しいただきたいんですが、そうですね、まあ、松下電器を創業した頃に
も言われてるんですけども、はい、あの産業の国日本もいいかもしれないと今それでスタートするんですけれども、あの後々きっとあの産業っていうのを衰退していくだろうと、その代わりに日本国のその綺麗な自然を生かせた生かした観光地としての観光地作りをして、そして観光地としての日本を作っていくべきだっていうふうにおっしゃってるんですね。書かれてるんです。私を言うのちょっと聞いてないんで、書かれてるのを見ましてすごく感動して、もう先見の目があるなっていうふうに思ったんですね。その時代に観光なんて外国から来てもらうなんて考えもしない、うん、そうです。仕事の人しか来ない。そうです。その時期にそんなこと。そうなんですよ。すごいですよね。今ね、これプロスパーコーポレーションの、まあ、社屋の中で僕インタビューしておりますが、これ最後にこう、ね、思うことは、ここに松下幸之助さんの魂が久保社長とここで働いてるみんなと一緒にいてるんじゃないかな。ああ、そうかもしれません。嬉しいですね。そうだった。松下さんはここに、ね、ちょっと見えないけどいてらっしゃって、はい、久保社長一緒に頑張るなって、言ってるじゃないですか。そうかもわかりません。頑張ります。頑張りたいです。はい、ということで、いや大阪にプロスパーコーポレーションありということで、これからも、この観光立国、真の意味での観光立国、はい、どんどん促進していただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。